ありがとうございます。それは、教育の時間を確認して、私たちに、つまらなかったことを見合わせて、そういうことを行うことができることをありがとうございます。どうぞ、天野先生の学習を通して、必要な言葉が、必要な知識が私たちに求められることができますように、はい、あなたを、ここから、あなたを信じて、今の時間を過ごすことができます。はい、感謝して、期待して、イエス様になるようなことをお願いします。これが、まあ、大きな試験なんですね。レポート試験問題、講義はちょっとテーマを出して出します。早めにちょっと知らせた方がいいだろうと思います。李さん先生は、2問出しまして、そのうちから1問を選択するようになっていて、1問は、いろいろで、医師が学ぶ全体の中に入り、シンポジウムでちょっと扱ったんですね。創造論の創世物語解釈で、皆さんの考えを、まとめていただけたら、いい機会かなというところですね。からもう一つの方は、食材論の、中からですね、癒しの問題ですねついて、この際、エリクソンの考え方、宇田先生の精神医学の心理学的なですね、アプローチの都心学の問題、またカルペッパーのですね、名著ですね、癒しの、いろんなアプローチですね、について書いてありますのでね、そういうようなものをまず、よく、試作していただいてですね、その上で、癒しについて、皆さんの、捉え方というものね、全部いきました。一部足りますね。はい、これ、ということで、癒しのテーマに関しては、何年か前に一遍出したテーマなんでね、過去の進学生のレポートも、レポート集が閉じてあると思いますので、そういうのも参考にされたらいいかなというかね、いうことで、そういうことをちょっと、取り組んでいただけたらと思います。で、今日、創造論の、当然この解釈に関しては、この前は、フランス・コリンズのですね、考え方ちょっと、ポストモダニズムの中で、多様性の一つのね、分派における展開として紹介 しておりますけれども、エリクソンのスタンスはそこまでちょっと言ってなくてですね、オールドアース説というかね、地質学と、漱石の一日の関連づけるという、そのあたりを日本語の文献でですね、出版されているのがヒュー・ロスというね、人の、本なんですね。こんな感じですね、4冊ぐらい、こういう感じで、1日を24時間でなしに地質学の年代ぐらい広くですね、捉えて、いるですね、そういう捉え方ですね。前進主義、前進的創造論とか、あるいはオールドアース、古い地球説というね、ヤングアース説というのは、1日24時間とかですね、この1万年ぐらいの間で天地創造があったというね、これは地質学に関しては、ある程度こう受け入れたような、4、50億年経っているというふうな捉え方の中で、創造論を展開しているという。でそのあたりのですね、いくつかの、
創世記一書の創造の日に関する一考察ということで、この東京キリスト教大学の西充先生がエリクソンのに沿ってですね、もう少し詳しく扱った論文がこういうのありますので、またこれ明日1年生で創造論のところ授業しますので、その時にお渡ししますのでね、また皆さんそれはコピーして持っておかれたら、まあ貴重な資料になると思います。で、このヒューロス の、 翻訳者 の、 ティモシー・ボイル先生っていうのは漢学の今経済学部の教授されておりまして、まあ宣教師としても筑波のあたりでですね、いろいろこういうテーマで奉仕されておりまして、まあ機会があればいつでも、まあ、KPI にまた教えに来させてもらいますようなことで、まあ、太田先生も毎日来てほしいないなと言われてますのでね、まあまあ、福音派の中ではヤングアース説、オールドアース説、そしてまあまあ、福音派の科学者の間でコリンズのようなね、ああいう、まあ、有神論的進化論、そしてまたこうもう少しですね、さらにこうホーキング法なんかはですね、まあ、はっきり神学と科学の役割分担というものを、まあ分けて考えるですね、捉え方というかね、非常にまあ多様化が進んでいる中で、まあ、エリクソンはまあ創世記のですね、ああいうまあ記述と科学とまあこうバランスよくまあ調和させる視点として、やっぱオールドアース説ぐらいがですね、まあ妥当かなというですね、いうふうな捉え方をまあしていますね。まあ、そのあたり、まあ皆さんに聞いてですね、いろいろ多様性があるところなので、まあ考えてですね、自分の捉え方をまあ整理されたらいい学びになるんじゃないかなということですね。まあ、私もまあ小振り子のようにね、いろいろ幅広くこう柔らかく考えているわけですけども、まあエリクソン的なところがまあわりかしバランスが取れてるかなというですね、感じはしておりますけども、これからもまだまだで宿題の部分があると思います。それでは、まあ、今日はですね、まあ、最後の3年生の人にとっては最後の授業ということですね、まあ、この第3部のですね、キリストの御業論ですね、第8部ですね、の今日はですね、まあ、要約版と、まあ、エンテキストでは、まあ、4つの章が2つになっているということで、39章と40章が1つになって27章を形成しているという、ね、感じですね。だから、まあ、37章と38章が26章を形成しているんですね。それで、まあ、前半を、まあ、39章やりまして、後半を40章の中の、まあ、癒しのところで、ね、食材の癒しのところ、まあ、全カリスマ系の中では、まあ、関心のあるところだと思います。まあ、その辺ですね、現象的に、まあ、追いかけるというのは一つのアプローチと思いますけども、もう一つやっぱり教理的に食材と癒しはどういうふうにですね、考えるべきなのか、その基盤となっている聖書解釈がどうなのかというね、そのあたりやっぱりこう深く考えていくことがね、まあ一貫性のある奉仕者として非常に大事だし、あまり現象的なことに翻弄されないためにも、まあ、必要だと思うんですね。まあ私も、まあ、もう19歳でクリスチャンになってから、まあ、30年ほどね、クリスチャン、40年か、そうだね、40年になるんですかね、まあ奉仕していますけどね、まあいろいろこう癒しとかいろんなそういう
集会とかね、そんな、まあ、座りで行ったり、いろいろ、まあ、しましたけど、やっぱ深く考えておく必要があると思いますよ、これはね。結構なんかこう、現象的なことっていうのは非常にアピールしますし、ものすごくこうね、癒し立つというか、翻弄されるようなことありますけども、後から見たらですね、もっと冷静に考えてもいいんじゃないかなという部分がね、結構あるというか、まあ、細かいことまでいろいろ話できませんけどね、まあ、やっぱり一番教会にとって大事なことは、もっとこう中心的な真理に根ざして、その中でそういう現象的なことも、まあ、そこからの恵みの現れの一部として考えるというね、捉え方というものをやっぱりしっかりしていかないと、なんかこうすごいことが起こってるみたいなことになればね、癒しであれ悪霊の追い出しであれ死者からの蘇らせであれですね、まあ、カルペッパーの本とかエリクソンの本なんかはその辺ですね、まあ、少し冷静に考えさせてくれる、まあ、要素があるんですね。まあ、全部を細かくいけないですけども、まあ、拾いながらですね、やっていきたいんですね。でまず最初にですね、この食材論ね、ということですけども、まあ、前も言っておりますように、この私たちの、まあ、福音理解ですね、というのは、この、まあ、聖書ね、を、まあ、第一義的なね、でそれを、まあ、正しい解釈方法論で、まあ、解釈しています。まあ、このことを、まあ、の手ほどきを、まあ、エリクソンはしてくれているというね。だから、まあ、私たちは、まあ、その基本的な、まあ、料理人としての、まあ、手ほどきというかね、受けて、そして一生かかってこの腕を磨いていくというわけですからね。その中でやはりこうあれという聖書解釈が結構、まあ、キリスト教会には蔓延しているのでね、やはりこの後で話す癒しと食材の問題なんかでも、まあ新しい、まあ、捉え方というかね、まあ、こういうふうに考えていることもできるのかなという視点がありますのでね、そういうことはものすごく大事じゃないかなと思いますね。まあ、神論から始まりましたね、そして、まあ、人間文ですね、キリストの、ね、そして聖霊論、ね、聖霊論以下は、まあ、また2年生の人は来年というかね、救済論ですね、そして教会論ですね、まあ、闇としての終末論ですね。で、まあ、キリスト論の中で、まあ、キリストの人格ね、キリストの泥型ということと、もう一つはキリストの御業ね、ね、で御業の中でですね、やはりこの十字架の御業というのが一番、まあ、中心であるんですけども、ね、この食材の御業でもですね、いろいろこう理解の多様性があるとね、ね。まあ、聖書の教えの中心は、ね、春名先生の哲学と神学という、ね、本の中では、ね、春名、ね、この本も非常に素晴らしい本ですね、哲学と神学ですね。まあ、図書室にありますので、まあ、ですね、まあ、聖書の啓示の
まあ、根本的なね、宗教的根本動員というふうに言われますけれども、もう中心的な骨格はですね、創造、ね、ね、そして堕落、ね、そしてこの食材である、ね、これが聖書のまあ最も、まあ、骨格となるね、まあ。だからいろいろまあ現象的なことを追っかけているとですね、まあ鹿を追うもの森を見ずみたいなことになりましてね、こうなんていうかもう森の中で迷ったり、まあ谷に落ちたりですね、いろいろこうしてしまうんですね。で私たちはまあ聖書のメッセージをですね、まあ、一番最初のほうでも、まあ、話しましたけども、ね、神学ね、主になりますけどもね、神学がですね、この聖書的ね、聖書的で あるためにはですね、聖書ありのままね、ありのままに受け取らなければならない、ね、つまり聖書自身の、ね、用語で、ね、聖書自身の用語で、ね、聖書を受け入れ、ね、聖書、ね、聖書そのものね、そのものの基盤ね、基盤に立ちね、聖書自身の見地ね、視点から研究しね、その成果を提示すべきである、ね、しかしですね、まあ、本当にですね、聖書をそのように扱うということはね、結構、まあまあ、難しいというかね、まあ、大変なことじゃないことが、まあ、神学やってて分かるんですよね。やっぱり食材論でもですね、いろいろこうね、諸説がこうあってですね、でここでやっぱ考えさせることはですね、いろんなそういうまあ解釈ね、多様な解釈がねあると、ね、創造論においてもそうですしね、聖書のこの各論においてですね、いろいろやってみるとやっぱりいろんなまあね、この聖書の関連聖句の解釈がねあって、それをまあまあまあ、どのようにですね、それをこの、まあまあ、解釈するかいうこともそうですし、それを、まあ位置づけるかね、位置づけるかね、あるいはこの関連づけるかね、そして、まあ、何が、ね、何が幹となる教えであり、ね、何がこの枝葉になるのかというね、
でそういうものを言ったらこの、まあ、識別力ですよね。これがですね、私は本当の意味での、まあ、預言者の、まあ、言ったら霊だと、預言者はスピリットだと思うんですね。だから一般に言われるね、地震が起こるとかね、何やかんやとか、ああいうのはね、どういうか、私なんかはですね、ちょっと前唾というかね、まあ、いろんな、まあ、そういうことの予言の後のいろんな出来事をいろいろ聞いたりしてね、やっぱり、そういうことにですね、浮き足立てではですね、本当の意味での、まあ、御言葉の有効者になれないなと思いますね。やはりこう、そういう、まあ、聖書の、まあ、読みの深さとかね、読みの正確さとか、でそういうことがまたこう回収理解のまあ言ったら、まあ、深さとかね、洞察力とかね、そういう噛み合ってですね、この回収をまあ言ったらその面で必要を識別するね。もちろんまあ言ったらみんなこうお金持ちになりたいとかね、健康になりたいとかいっぱい必要あるわけですよね。しかも本当の必要というのはですね、どういうかもっと深い部分にあるよねということをやっぱりこう洞察して、で御言葉の中からやっぱりその必要にかなうですね、この助けたの御言葉をこの解き明かす、料理してこのね養う、ね、栄養をつけるね、まあ、即効性のなんていうかこのどういうかね、薬という場合もありますけども、やっぱりこうね基礎体力をつけるというね、漢方薬的な、まあ、御言葉の解き明かしのも非常にまあ大事と思います。ね、まあ、そういう面でこの、まあ、私たちがですね、まあ、前回はまあ多様な解釈を、まあ、同心円的にね、理解するとね、同心円的にね、位置づけ関連づけてね、そしてまあ今日はですね、そのまあ中心部分ですね、食材論の、まあ、中心部分で、ここをですね、まあ、神学入門的に、まあ、言えばですね、この御言葉の解釈のですね、収穫ね、収穫と洞察ね、洞察をですね、この、まあ、系統的にね、あるいは組織的にね、ね、整理してね、このね、断片的ね、この部分的。的ではなしにですね、このね全体像ね、聖書においてですね、食材については全体像で何が語られているのかね、そしてこのいろんなですね、要素ね、これのね有機的関連ね、この手や足や頭やですね、体やね、いろいろあって、それがですね、一つの生きた体としてね、だから生きたそういうまあ言ったら食材論の理解としてね、まあ私たちがですね、この捉えることができですね、それがね、私たちのクリスチャン生活ね、クリスチャン生活、また教会ねのメッセージの中でですね、このまあ有意義性ね、どれほどまあ言ったらこの有意義なものかね、そしてまあ妥当なものであるかね、ということをですね、こうまあ繰り返しまあ試作していくということがね、じゃ求められてるね。だからわりかしですね、そういうこうまあ御言葉のですね、何かこう表面をね、聖書の表面を撫で回しですね、そして何かこう現象的なことにですね、
追っかけみたいになるということがね、そしてまた人間のまあ言ったらこう世俗的なまあ言ったら願望を満たしてくれるお方としての神像を提供していくようなね、これはものは結構キリスト教会にこの流行する傾向があるわけですね。いやしかしそれはですね、どちらかというと旧約の預言者なんかといったらですね、なんかこうおあつらになられた預言者とですね、やっぱり時代を見極めてね、やはりこのどう言いますか、悔い改めを迫りですね、そして神の御心に生きるというね、なのだと、そういうメッセージをした預言者とこう対比されるようなね、そういうまあ状況というのが結構まあ教会の中にもまああるような気がしますね。そういう面でこう食材論というものをね、まあ、そういう視点からまあ見ていくということはまあ非常に重要じゃないかなと思います。で、まあ、背景としての諸要素ということで、まあ、聖書全体からですね、この食材論というのはまあ見ていかないといけないと、ね、で食材論ですね、をまあ考える場合ですね、やはり私たちはそれをですね、この私たちはね、第一的に聖書ね、そしてこのね、神様ね、神の本性ね、との関連の中でね、私たちはね、この考えていかないね、神の前で食材ね、キリストのね、この十字架の出来事ね、食材っていうのは一体ね、どういう意味を持っているのかね、まあ、そういう面ではですね、宇田先生のまあこういう福音主義神学創設ですね、これなので、この21世紀のですね、神学的な動向というものをまあいろいろ分析したエリクソンのですね、フェイズセオロジカルゴーイング、ね、セオロジーゴーイングね、神学は今どこ行こうとしているのかというね、そういう今本を材料にまあ、やっぱり非常にまあ人間中心的なまあ言ったら思考と言いますかね、の捉え方に随分流れてきていると神学がね、だからそういう面で私たちはまあ聖書はやはりですね、神中心的思索である思考であるということをですね、よく押さえておかないといけないと思いますね。やはり私たちはですね、本人的な脈絡も大事なんですけど、やはり聖書的な脈絡の中でね、こう試作するというね、こう試作をまあ言ったらこう練られるということがね、聖書的な説教のまあ非常にまあ大事な部分であろうと思います。では、まあ、テキストはですね408ページですね、まあ、聖書の基軸がですね、脈絡の中に現れるんですね、まあ、聖書ね、私たちの、まあ、聖書ね、言われていること書かれていることはですね、この文脈の中でですね、このまあ現れる、ね、意味がね、正確にね、文脈を無視してこれ引っ張り出したら別の意味になってしまうことがありますからね、文脈の中で意味取らない。でそれと同じようにですね、この食材ということはですね、考える場合ね、やはりこの教理全体の中でね、教理の全体の脈絡の中でですね、絶えずこう試作されないと、まあ、いけないということですよね。だから私たちは聖書的脈絡ね、聖書的なね、脈の中ね、脈絡の中で、まあ、試作するということとですね、さらにですね、その
解釈をですね、こういろいろ整理されですね、まあ、あの教会年2000年の歴史っていうのは、まあ、聖書解釈の歴史であるね。